リニアの工事に伴う環境への影響について話し合う国の有識者会議が、協議を事実上終えたことについて、JR 東海の丹羽社長は、今日の会見で、客観的で精緻な議論がされ、多くの有益な助言をいただいたと評価しました。一方で、今後、議論の舞台が県の専門部会に移ることへの対応を問われると。せっかく有識者会議で、専門部会の先生方も交えてですね、議論がなされたので、同じような議論をもう一度専門部会で繰り返すんではなくて、ということですね。で、建設的な議論をしていければと考えているところです。このように述べ、国の有識者会議での議論が不十分などとして、座長に一任した報告書案の取りまとめに反発している県を牽制しました。